WWS チャンネルをご覧の皆様、少女怪奇団ミモザーヌ2期生の友田里奈です。3期生の広瀬しずくです。よろしくお願いします。私たちが出てる曲は 20th Century Cream Soda という曲です。この曲の特徴、特徴はとにかく可愛いんですよ、曲が。で、今回の夏公演のトラベリングサマーの中で唯一アイドル曲なので、たくさん私たちが手とかアピールするので、はい、この曲は初めて喫茶店に入ったワクワクとかドキドキとかを出す曲で、だからすごい楽しくめっちゃ笑顔で踊ってます。はい、そうですね、私たちこの3人楽曲に出てるんですけど、その3人で実際に喫茶店に連れて行ってもらってクリームソーダを飲んだりして、その時にほんまになんか泡だらけになったみたいなとか、そういうその自分たちもびっくりしたことをお客様みんなに伝えれたらなと思って、ワクワク、自分たちもねワクワクしながら皆さんに踊ってもらえるように頑張ってます。はい、クリームソーダ実は炭酸無理で、最初喫茶店行くよって言われた時にクリームソーダ飲めるかなって不安だったんですよ。そして飲んだら意外にいけて、あ、美味しいと思って飲めました。クリームソーダはすごい、このクリームソーダという楽曲ができていこうってなって初めて飲んだんですけど、すごい美味しくて、ほんまに泡場になって泡から飲むみたいな、そういうのを教えてもらったりしてすごい好きになりました。私たち手を振ったり、あとは一緒に踊れるようなところがちょっとあったりするので、ぜひ覚えて一緒に踊ってくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。